こんばんは。こんばんは。今日は第、まあ、第何回目かちょっとわかんない。3回目です。自己紹介抜いたら2回です。はい、入れたら3回ですね。はい。で、今日は前回紹介した、はい、UA ニットウォームアップフーディの、はい、ボトムスになります。セットアップボトムスです。ペーパーとパンツですね。そうです。ペーパーとパンツ。上代いくらですか？これはですね、8000円になります。8000円。はい。さっきじゃないですね。連続で撮ってるみたいに思われちゃうんで、うん、ダメです。昨日でもない。前回撮った、ウォームアップジャケットが9000円。はい。で、今回、ボトムスが。ウォームアップフーディーですね。フーディー。はい、フーディーが9000円。これが9000円。9000円。で、これ8000円です。これ本当にすごいんですよ、これ。僕、膝を動かすたびにバリバリ言うんですけど、もう。破れてないですよね。いや、違います。膝が鳴ってるだけ。そう。めちゃくちゃ動きやすいです、これ。本当に。これいいですね。で、今日です、下なんですけど。もうこれサイズが、僕は身長178cm で、結構足細身なんで。いや、だいぶ細いよね。だって S サイズでしょ。はい、これ S 入ってます今日。S、はい、ちょっと見せてください。はい、はい、まあ、サイズ感はちょっと見えないかもしれない。見えますね。はい、特にちょっと裾の感じはちょっとこう、はい、こういう感じになります。これいいです。で、これめちゃめちゃこれ伸びます。これはあの一緒です。ボトムスもトップスと一緒で 95% ポリエステルで、はい、5% がポリウレタン、はい、でポリウレタンの特徴はやっぱ伸縮性とは本当軽い。であと、これ見ても2人と見てもらうんですけど、シワが両方ともやっぱできづらいっていうのがあります。なのでめちゃくちゃ着ててもすごい綺麗に見えるというような特徴がございます。これそうですね、仕事中とかも最高ですよね。はい、はい、これはもう、あと運動にもいいかもしれないですね。やっぱり運動にも、いや運動でしょ、はい、どう見ても。まあ運動の時は最高だから。これ最高ですよね。これめちゃくちゃ動きやすい。ほらすごい。最近運動不足の僕もこれ着たら運動しやすい、もうしたくなってきたなっていう感じですよね。マジですか。はい、これあれですね、トップと一緒で4色。はい、これも4色です。はい、これ、これまあ、グラフィックっていうか、文字が入ったんですね。これ、トップと一緒で、僕らの直営店もそうですし、あとは、大手量販店さんだったりとか、取り扱いあるところが結構あるので、本当にこれ、一旦ですね、これ、本当に試着していただいて、試着する価値がある。この感動を、皆さんも、味わっていただきたいと。その感動を伝えたくて、僕ら今回このボトムスと前回トップスこれ伝えてます、はい、で、これトップスの時も言ったんですけど、これあの日本企画なので、はい、日本にしか売ってないです。なので全世界の皆様、日本に来て、こちら買っていただければと、まあ、買う、まあ一回試していただければと思います。はい、はい、これまあ一緒で春夏、あ違う、今年の秋冬FW 地球の時にあのアメフト選手、栗原選手が一応来ていただいて、まあ、店の POP にもなって、ね、まあ、そのイメージがあります。なのでどっかで見たことある方は、あ、まあ、そのシリーズ、まあ、似たようなやつなんだなって思っていただければ良いと思います。まあ、ぜひ試着していただきたい。そうだね、なんかあんまよくない。そうです、それあんまよくない、はい、はい、っていうことなんです。はい、なので、ウォームアップ、フルジップ、ウォームアップフルジップフーディーと、このボトムスがテーパードパンツセットアップでありますので、はい、ぜひ皆さんお店で試してください。はい、じゃあ今日はこれ、そうですね、はい、では行ってこよう。